everyone. How are you doing?、今回はですね、ちょっと久々に名詞シリーズやりたいと思います。今日のテーマは楽器です。音楽の、ね、楽器ですけれども、英語では musical instruments。musical instruments。または instruments だけでもね、大体通じます。はい、ではまずは、バイオリンからいきますね。英語でも。violin, violin, V ですね。B じゃなくて V なので、下唇噛みますね。violin。violin といえばね、すっごい高級なやつありますね。ストラディバリウスってやつですかね。あれも多分英語だったらストラディバリウスっていう感じで言うんでしょうけど、イタリアだったかな。なんかそこのすごい有名なバイオリンになりますね。続いては、コントラバス、英語ではコントラベース、コントラベース、またベースだけでもいいんですけど、BASS でベースって発音ですね。コントラベースはめっちゃでかいやつです。よくジャズミュージシャンとかがね、こう弾いてるやつですけれども、うち父親がね、ジャズミュージシャンなので、小さい頃ありましたね、家に。でかっ、邪魔って最初思ってましたけどね、ちっちゃい頃は。続いて、ギターですね。発音はギター、ギターねされる方多いんじゃないでしょうか。そしてハープ、英語ではハープ、で巻きますね。ハープです。そして、ハワイでね、よく使われる楽器、そうウクレレですが、英語ではウクレレ、ただ、ハワイの人はね、みんなね、ウクレレって言うんですけど、たまにアメリカ本土の人でね、ウクレレの U をそのまま U って言って、ユクレレって発音しちゃう人たまにいるんですね。でも本当の発音はウクレレで、そのまま、カタカナ読みが合ってます。ちなみに、ウクとレレでハワイ語あるんですけれども、ウクは実はシラミという意味で、レレは飛ぶという意味なので、あれ実はシラミが飛ぶっていう意味なんですね。指のね、この弾いた時のこの指の動きが、なんかシラミがポンポン飛んでるような感じから、そういうネーミングになったそうです。そして、続いてピアノ。英語でもピアノ。私も弾いてましたね、ピアノ。そして次はクラリネット、英語ではクラリネット、有名なね、童謡がありますよね。クラリネットを壊しちゃったっていう歌ですかね。はい、ちっちゃい頃聞いたんじゃないでしょうか。続いてサックス、英語ではサクソフォン、または、もちろんサックスだけでもいいですね。サックス。そしてフルートですね。英語でもフルート、これは L なのでね、ベロをこうつける感じですね。フルート。続いて、小学生の時にね、多分皆さん練習したんじゃないでしょうか。リコーダーですね。英語でもレコーダーなんですが、私個人の意見で言うと、小学校でレコーダーをやった覚えが全くアメリカの場合なくって、地域によるのかもしれないですけどね、ハワイはなかったですね。ハワイはどっちかというとウクレレやってたので、で、レコーダーっていうとね、録画する機械もレコーダーっていうので、なんかちょっとその楽器のレコーダーとこうリンクしにくい場合もありますね、ちょっとそのシチュエーションによっては。次はオカリナ、英語ではオカリナになります。オカリナといえばね、ゼルダの伝説を思い浮かべる人多いんじゃないかなと思います。続いてトランペット、英語ではトランペット、TR はチュって音になるのでトランペットになります。続いてオルガン、英語ではオルガン、よくパイプオルガンとかね、パイプオルガンとかあると思いますが、そのままですね、オルガン。そして次はハーモニカ、英語ではハーモニカ、ちょっとだからイントネーションがね、日本語と違いますよね。ハーモニカ。
そしてアコーディオン、英語ではアコーディオン、アコーディオン。そしてフラメンコとかでねよく使われるやつですね、カスタネット、英語ではカスタネット、カスタネット。そしてバーンってこうやるやつですね、シンバル、英語ではシンボルス、シンボルス。そして、ドラムですね、まあ、太鼓ドラム、全部、まあ、もちろん英語でもドラムズ、ドラム。まあ、いっぱいねある場合はこうドラムズで S つけたりですね、ドラムズ。そしてこれもまあ小学校時代に使いますね、トライアングル、チーンってやつですね、英語でもトライアングル、トライアングル。先ほどのトランペットと同じように TR なのでチュって音で言いますね、トライアングル。そして木琴、英語ではザイロフォン、ザイロフォン。なんかこう数少ない X からね始まる単語なんですよね、ザイロフォン。で最後が、鉄琴の方ですね、は英語ではヴァイブラフォン、ヴァイブラフォン。ヴァイブとも言いますけどね、ヴァイブラフォンと言います。以上がまあ主なねこうあの楽器の英語の発音になります。皆さんは何かね楽器弾きますか？Do you play any musical instruments? I can only play the piano. 私ピアノだけです。まあ、フルートもちょっとだけは弾けるかな？吹けるかな？Okay, so I hope you had fun listening to all the instruments in English. I will see you again. Goodbye.